やっぴー、頑張ってメイクしたわ。めんどくさかった。初です、アベマから来ました。アベマから来た。そうそう、いやさっきさチラッとさ配信した時、ラムの初マットがね現れまして、え、さっきのマット貼って、もう一回もう一回見たい。あれ嬉しいわ。マットゴールデンウィーク、今日からゴールデンウィーク、カメラ変わってない、まんま。なんでなんか違う、色味違う、変わってないはずよ。あれだ、カーテン開けてるからだ。肌綺麗ですね。ありがとうございます。あのカメラパワーです、それ。カメラとその太陽光のパワーですね。マット貼って、もう一回見ようよ。出た。これ。おすすめできた、マジ？見ましょう。さっきも見ましたが、もう一回改めて見たいです、私は。行きます。何かやねんこれ最初。これ嬉しいよ。初ラムのマットがまさかのキモいでした。すいません、本当その説はキモいと言ってしまって申し訳ございませんでした。本当、あー痛い痛い痛い。よいよいバンダマックスと到着。私は世界で最も美しい女性と世界で最高のストレーマーとプレイヤーを見るようになります。あなたのプロジェクトでの挨拶と成功はこのように続きます。今一瞬パニックになっちゃった、ごめんね。びっくりした、怖かった。怪文書あった。誠に嬉しゅうございます。ありがとうございます。マット作ってくれた方、私のねあのキモいというねワードをこんなに使ってくれて嬉しいよ。本当にあれはキモいててしゃあない。本当、おこんにちは、おこんにちは。いやちょっとね、最近ね、私もちょっといろいろあってね、配信滞っておりまして。ねえ。なんでだろうね。申し訳ない。毎日やるってさ、約束したいけどね。やっぱちょっといろいろありましたね。滞ってしまいましたが。配信は無理してやってるわけじゃないんだよね。別に。苦じゃないし。中学の頃から、ツイキャス民だったから。3点お願いします。顔出ししないでやつ、ずっと選挙。あ、そうそう、選挙はあれだったら別にさ夜からできるじゃん配信ね。えニアちゃんね、痛い。ノコーと沼バロ、じゃあモコーさんがでもバロやんないっつってんだよな。発情してないよ。金玉ねえし。あ、ニアは金玉あるけど、まだ赤ちゃんだから発情ない。そっか、もうゴールデンウィークか。なんで首輪に鈴ついてんの。特に、首輪買ったら鈴ついてただけ。
今からガーディアンズ見に行く。お、行ってら。そう、私ちょっといろいろあってガーディアンズも行けなかったんだよな、試写会。加藤純一がラムとイオリ、モエとエナコだけにはバロ負けねえって泣いてたよ。ミチャーコもうまいよ、バロ。自分は9連休の真っ只中。本当に痛い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 、やめてやめて、噛まないで。なんかやる予定あんの、ゴールデンウィークは。私はね、ないです、仕事です。映画のマリオめちゃ、もうね、映画館も行けてないんだよ。ミチャーコにも負けないって言ってラムも負けねえし、どんだけバロやってると思ってんの今。ラムブロンズからアイアン3に落ちたんだぞ、こっちは。なめんな。何も予定がない虚無のゴールデンウィークね。そうです。でもさ、結局さ、なんか休みもらってもさ、遊びに行ったらさ、休んだって意味なんないよね。明日休みだ、どっか行こうっつってさ、どっか行ってさ、帰ってきたらすっげえ疲れててさ、休んだみたいなならない。休みとはってならない。ゴールデンウィークは私でも大阪行くな。大阪のコミコンに私、なんだっけ、ステージ出るから来れば、暇なら。すんごいわかるわかるわかります。何もない落ち着いた休みもいいなと。そう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 、だからずっと寝てるとかゴロゴロしてるとか、それでもいいと思う。おっと、突然のエモンが来た。ラムチュアン今日も可愛いね、ありがとう。なんだこのイケメン、イケメン。ラム可愛いだろ。イケメン、イケメンになっちゃうんだ。まあ別に可愛いで売り出してないからいいんだけどさ。今日顔ちっこぞ、ちっこぞ、下ネタ、でっかくしろ、毛穴でか、多分君より小さいよ、多分君より毛穴小さいと思う。毛穴でか、見て、鼻毛これ、何これ。うわ、ミーアキャットの毛が入ってた。誰だよ、顔を近くしろっつったやつよ。いや、顔近くって、顔近くしろって言ったんだもん。何があるの、暑くね今日。でもね、この子たちにとって適温なんだよな。ラムの股間可愛いから見て。ちなみにズボン履いてないからね、これ。ズボン履いてないって言ったら、えっ？ってこっち見たら、ねえ、ほんと足噛まないでくんない？この子はまだ大人の歯が生えたてです。ちょ、メロかわいそうだからやめて。俺の歯より白い。当たり前やろ。痛い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 、やめて。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。